川崎方面。川崎大使初めて来ました。僕東だからもう帰らないと。旅もダメだ。新しい企画始まります。はい。日本橋ですけど、日本橋をスタートして、昔のあの東海道五十三次をちょっとトレースするような感じで、今、まあ、いろいろ脱線しながらお二人にあっち行きたいこっち行きたいって言ってブラブラと旅に出ようかな。はい。不安しかない。嘘嘘です嘘嘘。でもまあまあ楽しみだなと思います。何も決めてないですから、ね、そう、何も決めてないから、そう、ヤギ座的にはどうしようかなってありますけど、まあまあ、どうにかなるでしょう。言い出しっぺなんです。え、なんですか？よく聞こえないですか？言い出しっぺなんです、私。こんなにいい大人たちがみんなで乗ってくれて、最高です。まあ、無理くり抑えられたっていう、はい、そうです。疑惑もありますね。他のね、カンタのメンバーもいますから、はい、大きい車で今日はみんなで、はい、じゃあ早速、行ってきまーす。はい、とりあえず川崎方面。川崎方面。はい。行こう。うん、ほら53月だったらね、そういうルートで行かないと、ね、まあ、品川で泊まっても、ね、あまりにも近いんで、まあ、しょうがないから、まあ、次川崎ぐらいが、まあ、目的地としてはいいかなっていう感じで設定して、うん、まあ、1時間ぐらいですね、ここから下道。53次をトレースする旅なので、うん、最終的なゴールは京都の三条大橋ですよね。ですね。はい、日本橋から三条大橋。はい、うん、でも面白いのが、高速使っていっちゃうと本当の数時間で全部終わっちゃうっていうことになっちゃうから、だから下道でまあドンブラっていうのが基本的なまあ趣旨なのかなとは思うんですけども、でまあ途中なんか見たいものとか、まあ興味があるものがあったり寄りつつ、人の属性の都合上で、まあ多分スピリチュアルだったり、まあちょっとそういう見えないなんか物々がありそうなところにはちょっと立ち寄るみたいなのがいいのかななんて個人的には思ってるんですけど、見えないものもろもろ見えないものもろもろしか行かない。そうです、脱線しまくりの53次、ね、あ、そうですね、もう脱線53次ですね。延長ですもんね、その日常も見えないもろもろって。あ、そうです、延長にありますね。はい、カンタのチャンネルと、うん、はい、ユージさんと、はい、男さんと、あともう便乗して僕も始めようということで、 YouTube を、そうそうそう、何チャンネル名前何チャンネルにしようか、うん、まあ、考えておきます。はい、でそれぞれに、多分、うん、あれ何、そうですね、あ、水天宮、はい、そうそうそう、私ちょっと水天宮の思い出いいですか？あ、どうぞどうぞ。私はアイルベーダーを学び始めた時の、うん、学校があるのが水天宮なんですよ。そう、なのでこの通りはよく歩いてた。なるほど、思い出の町です。なるほど、学校なんだ、うん、日本アイルベーダースクールという学校なんですけど、インド人の先生が、我が青春の水天宮みたいな感じですね。迷ったんだ。迷っていうかね、うっかり曲がるべきところを曲がらないでこれを大回りしちゃったっていう。ホテルの紹介とかも、その京都に至るまでの楽しみ、はい、私皆さんに紹介するっていう、なんかいろいろなホテルに泊まるのも楽しみで、まあ、そうですね、うん、やっぱ宿もね結構いいとこ日本いっぱいあるし、なのでね、まあ、行く道中道中で、ね、そういうご紹介もね、食事所とかだけじゃなくてできたらいいですよね。井出さんにとってこれも遊びなん、遊びなんだろうなって思うことが多くて、まあ、もはや遊びって世の中的に遊びじゃない、全般が遊びなんだろう。でもそれで言うと、この間僕ね、ほらスタイフのあれでご紹介したリベラルアーツなる本があるんですけど、であそこに書いてる内容がまさにその遊びの重要性をすごい説いていて、でやっぱ遊びこそがこれからの時代においてはすごい重要で、遊ぶスキル、遊ぶセンスとかね、何を遊びとするかみたいなのも含めて、で結局なんかそのホモルーデンスじゃないけど、やっぱその遊ぶっていうところがやっぱり他の動物と人間は分かるものも多分あったりもしてっていう、まあ、それなんか結構書かれたりとかしてるんですけど、特に日本は特にその江戸文化っていうのは、まあ、その人は結構あの長所さんはそこそこ掘り下げてるんですけど、やっぱ遊ぶ達人、江戸時代の人は遊ぶ達人だったみたいなことを書いてあって、でそこで僕の星のあれとちょっとジョインさせると、江戸時代ってほら火の時代なんですよね。火の時代、あ、土の時代の1個前の時代ですけど、200年周期があるから、そうすると羊座と獅子座と射手座が強い時代ってことなんですよ、火の時代だから。ってことは、まあ、なんかチャンバラの人、ごっこ遊びの人、冒険の人、遊びじゃんみたいな。そうだから浮世絵とかもそうだし、なんかそのなんていうんですか、まあ、ごっこはちょっと違うかもしれないけど、でもあの時代にいっぱいそういう多分遊びの源流みたいなのが生まれているはずっていうか、そうそう、だからそこがすごい培われたというか、上層醸成された、まあ200何十年
だったっていうことなんですけど、すごい、うん、ちゃんとその星ともリンクしていて、で今 のこの風の時代っていうのはその火とものすごく相性がいいので、だからまた遊び的なものがまたこう再燃してくる。だって天秤座ってほら言ってた天秤座だけど工夫の星座なんで、うん、一人っ子じゃん一人っ子なんでしょ、はい、で一人親だったからさ、家に一人でいるって結構多かったんですよ、まあ一人で遊びまくってたからね、工夫マスターになりますね、一人でオセロとかできんだよ、器用一人でオセロとかあ負けたとかないできるすごいそういう気持ちもできるんだ、どっちもすごいしっくり、その江戸時代が火の時代だっていう、あの時のこうクリエイトとされていく、アイデア感とか、独創さ、そうですね、すごいです、うん、で今その風だから、元子さんは風じゃないですか、はい、ね、だから、双子座だから、すごいな、これじゃあこの、ね、双子座と天秤がいてすごいですね、ちょっと僕ちょっと神語な感じもしますけど神語な感じ、神語ってあれなのかな、なんかさ一緒に撮影とかするとさすぐ調子乗っちゃうじゃん、そうですね、これそうですか先生、うん、で僕だから土だから締める、まあなので話戻しますけど、はい、まあなのでまあこれから遊びのね、まあ時代で、だからそこをかなり先取りして、まあ、ずっとね出雲と叩き込んだというか、まあ多分自分の中でそのカルチャーをまあ作ったのかなみたいな感じは思ってるんですよ。おじさんってさ、はい、江戸時代にタイムスリップしても多分何も支障なく暮らせるよね。あ、そうかも。普通に長屋とかにそう。私も行って起こす。竹槍持って。なんかずっと遊んでる。そうだろうね。でもそれでいてほら会社員15年とかやっちゃうタイプだから超ビビるよ。でもさ時計もないしさ、まあ、なんか、まあ、だから江戸幕藩体制に対して物申すってことは多分しないんでしょうね、うん、そうじゃないよね、はい、むしろその与えられた環境の中で最大限楽しむことを考えるっていう感じかもですね。すごいイメージつく江戸時代に江戸界隈うろうろしてそう、あの同じくタイムスリップしていたゴザルの人と仲良くなりそうですねあれか、そう、ゴザルの人でもそれだね、あれだね、江戸にはいなそうだ、ね、いなそうですよね、その頃いなそうだ、いなそう、なんか江戸に飽きそういなよ江戸に飽きそうもういいわ、この時代ちょっと人間いいかなみたいなやつ江戸に飽きそうね、川崎遠いね、っていうか東京って意外と広いんだ、いや広いですよ、広い、あやかや品川じゃん、はい、やっぱ歩いたんだもん、ね、そう、昔の人はだからずっとこれ歩いて、このだからまずこの品川の宿とかを、でも品川の宿で泊まった人はあんまりいないはずだから、日本橋からだったら、だから次まで歩く人が多かったのかなと思いますけどね。なんか面白いなと思ったのは、ほら僕もお辺野さん歩いたじゃないですか、お辺野さん行くとあの一里塚ってちゃんとあるんですよ、一里塚、あ、一里ごとに、うーん、一里って確か約4キロぐらいかな、だから約1時間ぐらいで歩くと一里、ね、一里ってことは人里だから、うん、ちゃんとそこに里が昔はあったり、そうなんですよ、だからもしくは2里ぐらいでやっと里に行くから、だからちゃんと1時間2時間ごとにちっちゃいそのスモールビレッジが、ちょっと大きいビレッジ があって、でそこでお茶屋があったり、多分その定食屋があったりみたいな感じが多分近年まではあったのかな、じゃあおよそ 8キロを 2時間ぐらい、うん、4キロ 1時間ぐらいで行けるんじゃない、まあね、っていう感覚、はい、トイレも行きたいでしょみたいな、あ、そう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 、ね、あとまあ水分補給とか、ね、そう、足が痛くなったらちょっともう分かんない、当時苦痛でかどうか分かんないけどなったらそこで休むとか、うん、ちゃんとねあったんですよ、でそれが結構固まって大きくなってるのが宿場町で、なるほど、うん、よくできてるなと思いますよ、だからすごいねヒューマンスケールなんですよ、今のこの社会の方が全然なんならヒューマンスケールじゃなくて、うん、だって注文したらなんならその日に物が届いちゃうんじゃないですかね、ね、すごいですよ、ね、うん、でも個人的にはこのヒューマンスケール感ってすごい大事だなと思っていて、なんかそれを取り戻すっていうか、まあなんかそれを本当に体験してするかどうか別にしても、やっぱりこう体感として持っておくというか、まあ、知識として持っておくのが結構重要かななんて思ったりもします。人間が人間のこの持ってるスペックだけでできる、はい、あ、そうそう、ところに居心地のいいものがある、はい、うん、でそこを逸脱しちゃうとちょっと何かがずれてくるというか、おかしくなっていくのかななんて思いますね。星回り的にもちょうど今日のこの配信
っていうか配信じゃないですね、収録か、このなんかこの旅企画ってなって結構ドンピシャなんですよ。今日の星調べがバッチリ、本当ドンピシャでしたよ、ね、うんうん、でも本当にこの3日間ドンピシャで、ちょうど双子座っていうところに、双子座っていうところに月が入るんですね、今日の午後から、うん、で大体月ってから同じところに 2,3 日からいるから、ってことはこの旅の間中ずっと我々は月双子座の庇護下にあるんですよ。で双子座月ってどういうことかというと移動だから、でプラプラするとかがまさにそうだから、だからまさにこうプラプラ、なんかちょうどドンピシャなんです。川崎大使にお参りするの初めてです、私。本当ですか、はい、川崎にいらっしゃるのに、はい、マジですか、はい、井出さんは僕何回もですよね、うん、私いつも寒川神社に行きます。あ、なるほど。寒川神社って八方除けだっけ。八方除け、はい。今日はだからの旅の安全を祈願して、うん、寒川にも行こうと勝手に思ってますけど、うん、勝手に、うん、はい、寒川いいですよね、うん、すごくいいです、はい、楽しいね。あ、楽しいよ。楽しいよ。どうしたの？いや、今とこ、もう降りたかった今。ね、楽しいよ。もう降りたかった。あ、もう降りたい。ほら。もう降りたかった。もう降りたい。なんとも言えない。川崎、ここさ。都内が違うな。風冷たいっすね。見て見て。もう目がある。ニコニコ。はい。オーダーに分割でとか言って。いや。マルマの町なのか。ちょっと振り返ってみてみた。あれすごいんです。あれちょっと撮っといて。そうそう。あれすごい悩ます。街なのかね。ね。なんだ、雨の街？雨？なんか感覚がやってるじゃんみんな。もともと私だけが初めて。あ、そうなんだね。私たち初めて、ね、川崎大使初めて来ました。もうモクモクしてる感じ楽しみ。宗派とか知らないよ。インドのゴマタキの方法です。意外とこれ技術いい。どういうこと？え、もうあの心静かにするとつくんですよ。マジですか？はい。心がなんかもう。やばい。なんだろう、折れそう。熱っ。風の化身だから。ほらこっちにいっぱい来てんじゃんか。やばい。真似できない。はい。はい。ということで今からお参りに行きましょうか。行ってきまーす。旅行先に幸を浮くべし。おー、いいじゃないですか。これどういう浮くべしって。走り人、変える。何走り人。分かんないですよね。ここあるんですよ。分かんない。走り人、遅くなりて変えるべし。走り人来るべし。もう私はね、全部よしよしなんですよ。走り人、変えるべしだから、なんか行った人が帰ってきてくれると思う。方角面白い。南西の方、南西の間。あ、じゃあちょっと今から行く方向いいんじゃないですか。いいじゃないですか。西の方、南の方。それもいいじゃん。いいこと。
僕東だからもう帰らないと。そう、旅もダメだって。旅もほら僕よろしからだからもう帰らないと。本当だ。海鮮が。まあでもほら旅じゃないもん、ゆいさんは。あ、まあそうかそうか。日常でしょ。確かに出張。僕日常。確かに日常。通常業務だから。確かに確かに確かに。で帰りはそっちの方角だ。あ、確かに確かに。うまい。さすが。はい。よかった。はい。では参りましょうか。はい、参りましょう。はい。